あなたの影響力が高まる可能性あり。2021年5月から10月、ヤギ座の運勢。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日はヤギ座の方に向けて2021年5月から10月までのポイントとなる日をピックアップしてお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。5月の14日8時36分から7月の28日21時44分まで木星が魚座へと移動するタイミングとなります。どういったことが影響する可能性があるのかというところについてもお伝えさせていただこうと思っています。12月の23日頃に近いヤギ座の方に対して影響が強まるということと、あと人の応援ということでそれに恵まれるのではないかなと考えています。ちょうどですね、興味のある分野や学びや知恵を生かしていくことで多くの人との触れ合いがあるかもというような予想になります。ちょうどこれはヤギ座の方の場になるんですけれども、今年は木星が水瓶座から5月、7月と魚座に1回入るんですけども、基本的には水瓶座に位置している形になりますので、ちょうど2番目のハウスを土星や木星がいることになるんですね。ちょうど5月のその14日から7月の28日までは3番目のハウスにいるというところから、ここ学びのハウスになりますので、学びとか知識のハウスになりますので、ここが位置的に活発になって、特にこの魚座の前半日生まれの方とか水瓶座の後半日の方はその影響を強く受けるのかもしれないというお話になってくるわけなんですね。そしてヤギ座さんから見た場合にも、魚座の木星の天体というのがヤギ座の前半日生まれの方が60度の角度を位置することから、この木星の魚座の影響を一番受けるのではないかと考えることができるんですね。でそれがご自身の発言が周囲に与える影響であったりとか、好奇心とか興味があることに対してのエネルギーがどんどん膨らむきっかけを得られるというふうな考え方もできるかなというふうに思います。5月の17日頃が周りへの影響が強まりますよということで、避けた人の応援というふうにお伝えしたんですけれども、例えばここがですね、17日はこの場所がコミュニティを意味したりとか、例えば SNS であったりとか、周り の人たちに対しての発言っていうのが、発言力っていうんですかね、そういったものが広がるっていう、木星拡大しますので、多くたくさんの人にその影響を与えるというふうな意味になるかなと思います。17日は特にこの冥王星と太陽がちょうど120度のトラインになりますので、こう表で発言されたことであったりとか、目立った場所に対してですね、この冥王星の強いパワーがよりですね、そこを強調させていくと考えることができるのかなというふうに思いました。冥王星自体結構インパクトがある天体なので、強力な強烈なパワーっていうのをイメージされる方も多いと思うんですけども、そことこの太陽が手を組むという時になりますので、エネルギーが膨大になるような解釈ができるのかなというふうに考えています。6月10日は仕事とか役割で調整が必要ということと、体調も含めて働き方を考えていくようなのがおすすめなのかなと思っています。で6月の13日任期、6月の24日安定というふうにちょっと動きを変えていくような感じになるんですけども、6月10日はですね、19時54分に双子座の新月でもありまして、ここに星が固まっているんですけれども、ここがその働き方、社会貢献も含める働き方を意味しますので、あと身体ですね、体調面なども
ここの場所で見ますので、ここでリセットがあるというところから先の働き方を変えていくっていう意味として考えていまして、でこことですね、ちょっと前にこの火星と冥王星もですねオポジションになって引っ張り合うような配置になるので、対人関係とかお付き合いなどでも忙しい可能性があるんですけども、まあ、周りにその与える影響が大きくなったりとか、お仕事とかその役割においてですね、体のことも含めてリセットを行うというのがこの6月の10日あたりになるのかな。いろいろな決心が固まったりとかですね、方向性をですねしっかりとこれだっていうふうに決めるような、そういった動きになるかなというふうに思います。でこのあたりはですね、あなた自身がですねパートナーシップとかこう他人に与える影響っていうのも強まるので、これライバルとか他人も含めてちょっと緊張状態になるんですね。10日の前ぐらいにちょっとそういった状況になるので、上手なその距離感を持たれるってことがまあ大切なんですけども、調整しているのがこの海王星のサンハウスのキーワードになりますので、こういろんな学びとかそこから得られたものによって、こう人に共感できるようなコミュニケーションをしていけば周りにですね多くの影響を与えますし、反対意見を持っている人たちとの関係性も良好になっていかれるのかもしれないなというふうにも思います。6月の13日人気、6月の24日安定っていうのをちょっとお伝えし忘れていたんですけども、6月の13日はこの新月の決心がですねこうずっと動いていって、このパートナーシップとか対人関係の月とこの共感力のサンハウスのこの力がですね安定してくるというところから、一旦支持されるような発言ができるっていう風な感じなのかなというふうに思いました。で続いて24日はちょうどこの太陽が蟹座に入ってきて、ことですね月はこの太陽とですねこの木星がちょうど120度のトラインを作っていきますので、安定感のある人間関係を築くことができそうな配置なのかなというふうにも思いました。7月の16日は新たな人との関わりとかつながりが強まるというふうになっています。ここは対人関係なので、新しい人ってお伝えしたんですけども、これはちょっと旧友含めるっていうふうにも読めなくもないなというふうに思いました。復縁というか縁が戻るようなことがあるかもしれませんし、まあ、ここもパートナーシップが活発っていうふうにもやっぱり取れるんですけれども、この7月の16日あたりは太陽と海王星もトラになって、月がですね天秤座に位置していますが、月がこの土星とも120度の配置になりますので、これは社会運も示しますので、お仕事関係であったりとか、こう社会活動の中でこのご自身が人に影響を与えることもできますし、自分の続けてきたやり方が周りにその強い影響を与えているのかなとも思いましたので、そのあなたがこれまで積み重ねてきた知識であったりとか知恵であったりとか、そういったものを発信されることによって多くの方にその支持を得られるの可能性もあるなというふうにも思います。恋は節目、気持ちの切り替えができたり楽しい方へ方向転換ができるというのがこの8月2日になります。月がですね5番目のハウス その恋愛を意味するハウス、投資とかのハウスでもありますし、企業のハウスでもあるんですけれども、まあ、多くのチャレンジをしていくような場所なんですけど、そこでこの天王星の影響から変わり目でもあって、その意識が変わっていく時でもあるので、感情が切り替わるみたいな感じがするんですね。特に対人関係のことにおいては、人に関わることによってですねこのあたりがチャレンジする方向性っていうのも変わるかも分かりませんし、人との関わりっていう部分では、そのヤギ座はもともと社会に出て活動する星座なので、人との関わりっていうのも持ちやすいとは思うんですね。人との関わりの中でいろんな役割があって、まあ、そこが変化していかれる可能性もあるかなというふうにも思いました。
の7日頃が難しいことを任されるがやりがいもありそうというのがこの9月の7日になります。ちょうど天体が乙女座に固まっていて、水星、金星と天秤座に移動していて、太陽とか月とかね、このあたりでいるんですね。ちょうど乙女座で新月もありますので、このあたりで、なので向上心が湧いたり、やりたい方に向かって結構エネルギッシュに動けるということも考えられますし、さっき言ったみたいに社会的な場所にも注目が集まっていて、ここでリセットがあるということから方向性が定まりますし、ちょっとこれ前になるんですけども、この金星と木星もトラインを維持していましたので、特にパワーが湧いてこられるのかなと思います。またこの火星と冥王星がトラインであることから、進むべき場所がはっきりと分かって明確になってがむしゃらに進めますし、またタフな精神もみなぎるのかなというふうな気がします。10月の7日頃は地震がついたことを実感する可能性があります。ここがまあ社会的な地位を示すとすれば、天秤座でまあいろんなジャッジをされたり客観的視点を持つという意味が10番目のハウスにありますので、もともとあのヤギ座さんの10ハウスはまあこういうバランスを考えてあっちからもこっちからもいろんなことをまあ見るっていう意味があるので、一つの場所からじゃなくて、そのよく俯瞰して見たりとか全体を見渡すっていうキーワードがあると思うんですけども、そこがその客観的視点を持つっていう意味でお仕事となると、割とそういう面が出てくるのではないかということになるんですね。でこういった感じで、社会的な立場で責任がこう持たされて、木星とか土星とも配置が安定してきますので、その社会的な役割とかにおいてしっかりとやれるかなっていうふうに、価値観が変わるっていうんですかね、そういうことが今年はあるかなというふうな気がします。ですのでやってきたこととかそういったものが結構はっきりと10月はなんか結果として得られるのではないかなというふうに思いました。得られたらいいですよね。ちょっと余談ですけれども、結構もともとのこの1から12番目のハウスまでこの30度で分けたハウスって、本来ヤギ座とはみたいなキーワードからお話しするときに、恋愛は鈍感とかってよく言われたりもするかなと思うんですけど、そこが例えば牡牛座のハウスを位置していたりとか、元の番って結構面白くて、かといってやっぱり深いつながりを持った相手とは結構ドラマティックな恋愛をするっていうことも考えられますし、一つのヤギ座だからヤギ座の運命というわけじゃないので、お金に対してとか知識に対してとかっていう風な捉え方としてこう見ていくと結構面白い発見があるんですよ。天星術も好きな方多いのも、これもなんかちょっとパッと今思ったんですけど、3番目のこの知識ですねとして、その趣味とか楽しみとかでされる分に、占いっていうことを勉強するっていうのも、今可能性がずっとずっと長くいるので17年とか可能性いるので、この占いの勉強をしてもおかしくないなって今思ったんですけれども、まあお仕事もでもこれ臨機応変にできるんで、副業とかでもやれると思うんですけど、いつもお伝えしてるみたいに、そのヤギ座さんの動画作ってるものが多いんですけど、今回もですね、この前に1月から3月の運勢やったんですけども、他の星座をやっぱりほったらかしにできなくなってきたんで、他の星座もちょっとやりながら、ヤギ座さんも今回また作りました。ヤギ座さんの適職ということで、仕事を辞めたらヤギ座さんへっていう動画の後半でですね、ヤギ座さんの適職についてお伝えしたものもあるんですけども、こちらそのまとめということでまたご覧になっていただければと思います。最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。 Twitter や公式 LINE もやっています。